コーナーはサッカーの、J リーグを目指すですね、もう素晴らしい今活躍を見せているので、はい、寿司にとらわれてましたね、はいはい、お寿司ではなく、はい、焼肉が好きそうなお二人、はい、今日はスタジオにお越しいただきました、はい、今回のビアティのメンバーはこのお二人、服部隆之選手と上條翔太選手、こんばんは。こんばんは。寿司好きですか？好きですね。何個ぐらい食べられますか？大体200貫ぐらいは。うわさすがこういうことを言うね。そうそうそう、大物になるか、ちょっと連れて行ってあげられないね。どっちかだね。今日はスタジオ初登場のお二人ということですので、プロフィールからご紹介をしていきましょう。まずは服部さんからです。服部さんは愛知県のご出身ですね、はいはい、こちらは宮田小学校、千秋中学校、はい、どのあたりですか？もうすっごい江南市っていう端っこ、あ、端っこですって言ってますけどね、あの一宮にも違う歴史のある町ですよ。そこで10歳からサッカーをし、そしてなんと得意なプレーは何て書いてありますか？これ突破っすね。突破裏への、はい、はじゃあもうイケイケなが、そうですね、イケイケしたいですね。あ、したいね、はい、あだ名はタカ。いや、これ今ハットって呼ばれてますよ。え、ハットリなんでハットって、はい、ハットトリックの服部さんでもいいですね。ね、すごい、ちょっと専門用語できたね。そして、あら、マイブーム筋トレ最高じゃないですか。はい、筋トレ、そうですね、筋肉が刺激欲しがるんで。いや、かなりこうね、服の上から筋肉っぽいですよね。さすが加藤先生がおっしゃったら本物です。そして、あ、カレーですか。さらに一日一生、これいい言葉ですね、はい、何ですか、はい、これは毎日の一日を最後の日だと思って生きろってことで、はい、というわけで服部さん、かなり個性的な面白い、タイプの選手かなと思いましたけれども、もう一方、上條さんです。上條さんはまずお年聞いていいですか？もう18歳です。18歳、はい、若いです、ね、子供だね。このスタジオに来たピアティの選手最年少じゃないでしょうか。お生まれがどちらですか？大和出身で、はい、そして四日市中央工業高校に進まれています。なんとこちらはニックネーム上條そのままですね、はい、はい、シンプルに上條さんか上條さんか悩まれますよね。いや、もう上條から入られますね。ああ、そうかそうか、皆さん覚えてください、上條。そしてなんと2人とも筋トレが、筋トレ、ね、偉いね。出ました、焼肉。焼肉どれぐらい食べられますか？いや、もう小食なんで200人分とかね、先輩みたいに言っとかないと、はい、でさらにこのファインっていうのは何ですか？好きな言葉。4中高の監督に、あの監督が口癖で、いいプレーの時にファインって、はい、そうなんですか、はい、じゃあずっとその言葉がこれからも聞けるといいなっていうことですね。ファインプレーのファイン、多分そうやと思うんですけど、ファインっていうだけなんですね、ファインっていう、はい、という、まずはプロフィールご紹介いたしました。さて、東海リーグで連勝が続く好調のビアティ三重なんですが、試合を振り返る前にご紹介したいとしておきたいことがあります。ホームゲームスタジアム DJ を務める、この間スタジオにお越しいただきました川道義明さん、実は出演した時はデビューの前だったんですが、5月31日ホームゲームで DJ としてデビュー戦を果たしました。さあ、ちょっとそちらの様子見てみましょう。ビアティンのホームゲーム、四日市中央緑地陸上競技場、快晴に恵まれ子どもたちが選手と触れ合っていました。 DJ 前にイベント進行を確認する川道さん、やや緊張なのか緊張しているふりなのか分かりません。はい、そして一生懸命勉強しながらもピッチを眺めます。こののどかな雰囲気の中、川口さんだけはちょっとドキドキのスタートです。現在はビアティスポーツフェスティバルを行っております。ピッチ上では選手、そして子どもたちが一緒にサッカーをしたり遊んだり遊具などを楽しんでおります。びっしりと書かれた選手のメモです。最終的には自分でコメントをきちんと整理して、いよいよメンバー発表です。さあ、皆さんお待ちしております。それでは本日のビアティン三重スターティングメンバー発表してまいりましょう。背番号10人、イカイチの反応、イカイチのキック精度、ゴールが守るのはこの男、鈴木聡。
背番号に身体能力抜群ピンチを駆け回るハードタックラー松原文也。背番号3熱く冷静な闘将ここにありリアティング大黒柱加藤秀則。背番号11縦横無尽にピンチを駆け回る慢性かき屋桜弘美。背番号132位に戻ってきたエースストライカーリアティンナンバーワンパフォーマー藤巻翔吾。さあリアティンに会いに豊田市9番選手の入場です。皆さんお待たせ、おはようございます。いいですね、無事に DJ 上地さんの入場コールで試合はキックオフとなりました。トヨタ蹴球団との対戦、前半に PK を10番岩田選手がきっちりと決め1対0で勝利しました。はい、上地さん実はあの晴れ男だそうで、この日予報は雨だったんですよね。皆さんも心配してましたか？いや、ちょっと天気予報のこと。あ、そうですか、はい、あのすごいいい天気だったんですよね。解説、ね、そうなんです。そしてさらにこのスタジオでお話しした海津監督がいつも居酒屋で頼むのは刺身の盛り合わせっていうトークを監督とできたそうです。あ、そうです、よかったですね。よかったですね、はい、この番組がちょっと役に立ったということで、はい、これからも川道さん頑張ってください。では試合の方にお話は移ります。前節までリーグ開幕から6連勝と勢いに乗るビアティ三重なんですが、おととい第7節 FC 伊勢志摩との試合が行われました。勝って連勝記録伸ばすことはできたんでしょうか。試合のハイライトどうぞ。開幕から全勝で首位を走るビアティ三重は、今季ともに県リーグから昇格した2位の FC 伊勢志摩と三重県勢同士の対戦となりました。これまで両チームの対戦成績は県リーグ時代から4戦4分けの5分。5度目の対戦は互いに開幕から負けなしのリーグ頂上決戦となりました。立ち上がりから緊迫した雰囲気となったこの試合、中盤での攻防が激しく両チームなかなかシュートを打つことができません。試合が動いたのは前半9分。倒された FC 伊勢志摩の選手がラフプレーによりレッドカードを受け、伊勢志摩は試合序盤から1人少ない10人での試合を強いられます。早い時間帯に数的有利な状況に立ったビアティンは徐々に自分たちのペースをつかみ始めます。前半29分、サイドでボールを受けた8番石川がドリブルで仕掛け、中央へ速いクロスボールを上げると、これが相手ディフェンスの足に当たりオウンゴール。ビアティンが先制します。さらにその1分後、相手ディフェンスのボールをカットした13番藤巻がそのままゴール前へ持ち込みシュート。これが決まり3試合連続となるゴールで追加点を奪います。その後も攻め続けたビアディンですが、前半を2点のリードで折り返します。後半画面左から右へ攻めるビアディンは開始早々の4分、13番藤巻が打ったシュートは一度ゴールキーパーにセーブされますが、そのこぼれ球に反応した27番博多が押し込み、今シーズン初ゴールを決めます。後半14分、コーナーキックのチャンス、キッカー19番青村のボールに合わせたのは13番藤巻。ゴール右隅に豪快なボレーシュートを叩き込み、リードを4点差に広げます。しかし後半27分、ディフェンスラインでプレッシングを受け抜け出した相手に1点を返されます。その後伊勢志摩に攻め込まれピンチを迎える場面もありましたが、
後半33分には中盤で相手のクリアボールをカットした29番五十嵐がドリブルで相手をかわしパスを出すと、ゴール前に走り込んだ8番石川が冷静に決め、再びリードを4点に広げます。このまま試合終了かと思われたアディショナルタイム、途中出場した10番岩田が上げたクロスボールのこぼれ球を13番藤巻がきっちり決め、この日3点目となるゴールを奪い、今シーズン3度目のハットトリックを記録しました。このまま6対1で逃げ切ったビアティン、これまで五分の対戦成績にビアティンが決着をつけました。2位 FC 伊勢志摩との頂上決戦を制し、リーグ開幕7連勝、リーグ唯一の全勝で首位を独走です。チーム全員がですね、本当にこの試合の重みっていうことをすごい感じていましたので、やはりそういった部分で本当に全員がですね、一つの目標に向かって、しっかり試合の中で、連動できたのが良かったんじゃないかなと思ってます。チームのコンディションも上がってきてますし、怪我人は何人かいるんですけど、選手層の厚さが出てきているんで、これを維持しつつもっと気を引き締めて練習から取り組んでいきたいと思ってます。全員、いつもの試合といつも通りっていう感じのスタンスで入ったんですけど、やっぱりいつも以上に気持ちは高ぶってたと思います。これから大事な戦いいっぱい続くので、基本的に全部勝利目指して頑張りたいと思います。自分たちの戦術引いてライン引いてから前出ていくっていうのが徹底できて、1試合通してやれたのかなっていう感じです。伊勢志摩とはもうずっとやっと決着つけられて、プラス7連勝できたっていうのは大きいことだと思います。JFL 昇格に向けてチーム一丸となって頑張っていきたいなというふうに思いますので、応援よろしくお願いします。はい、三重県勢同士の頂上決戦ということでした。服部さん、試合振り返ってどうでしたか？そうですね、ずっとライバルチームで来てて、首位攻防戦ってこともあって勝てたことはすごく大きな意味を持つと思います。今までずっと4回引き分けで、珍しいですよね。そうですね、シンプルつけずに来てたので、はい、ある意味ようやく決着がついたということです。上条さん、この日の試合の雰囲気はどうでしたか？立ち上がりはちょっと重いなっていう感じだったんですけど、やっぱ相手のファールで一発退場で、それからやっぱビアティの方の流れでいい感じで勝てたと思います。チームの雰囲気いいですか、やっぱり？はい、この好調さっていうのは、これ服部さん、何がこうあると思いますか？やっぱ環境ですね。新しいグラウンドも作ってもらえて、すごい広いピッチで毎日練習できて、あと他のチームって大体夜練習してると思うんですけど、自分たちは朝から練習できて、そういうのも大きい理由だと思います、ね。そしてまたいつもみんなニコニコ個性的なメンバーが楽しくプレーしてくれるのも特徴です。さあ、そんなビアティン三重のですね、今後の試合なんですが、6月28日今週末です。13時から東海リーグ第8節名古屋サッカークラブとの試合が東院町陸上競技場で行われます。ホームゲームです。試合前にイベントがあります。そしてDJ を務める川道さんも登場しますよ。皆さんぜひ聞いてあげてください。来月4日5日には静岡県の藤枝市民グラウンドで全国社会人サッカー選手権東海地域大会が行われます。7月4日14時から行われるボラーレ FC 浜松との1回戦に臨みます。この試合に勝つと翌日11日に行われる代表決定戦に進出です。代表決定戦に勝利すると10月に岩手県で開催される全国社会人サッカー選手権大会に出場することができます。なんとこの両日、試合会場まで応援バスの運行が決定しました。なんと費用は無料です。みんなでビアティン三重を応援しに行きましょう。応募方法や運行案内など詳しくはビアティン三重のホームページご覧ください。ではこのコーナー最後にお二人に意気込みを伺います。今年の抱負ということで、は服部さん、はい、まず目の前の一戦一戦、そして一日一日のトレーニングの全力を尽くしていけば結果もついてくると思いますので、毎日頑張っていきたいと思います。一日一勝選手ですね。はい、はい、それでは上条さん、はい、一応僕はフォワードをやらせてもらってるんで、
っぱストライカーということで試合に出させてもらったら絶対点を取る、うん、でアピールしてそのスタメンを取れるように頑張りたいです。待ってください、点取ったらなんかかっこいいポーズをですか？はい、期待してます。というわけで、ビアティンのコーナーここまででございますが、エンディングにもお二人ご登場いただきます。メッセージなどどしどしお寄せください。まずはどうもありがとうございました。この後は芸能情報です。スタジオにはビアティンのお二人まだいていただいてますので、ちょっと質問ファックスなどご紹介していきます。好きなアイドル誰ですか？鈴木達也さんからいただきました。いますか？石原さとみですか？知ってた、よかった。石原さんはもう北川景子です。あ、知ってる、知ってます。佐藤先生、誰って？北川景子さん、あ、綺麗な人ね。そう、綺麗な知らんよ、知らんよ、絶対知らんよ。どちらもある意味綺麗なお姉さん系ってことです ね。なんか私全然知らない人の名前が出てくるかと思いましたけどね。加藤先生は知らないかもしれません。そしてちょっともう読んじゃえ。オレンジの衝撃さんからいただきました。ユニフォームもしかして忘れたんですか？とうとう可愛きれなくなりましたね。実はね、本当にこの枠時ファンの皆さんは、普通スタジオには2つ、24番は服部さん、はい、はい、そして上田さんは30です。あれどこ行きました？ないですね。干してあるのかな、家で。そうですね、本当に忘れてね、ちょっとどうしようって感じだったんですね。これちょっと先輩ダメですよね、はい、ダメです、これ罰金3000円。あ、罰金3000円、はい、忘れ物なんで、はいはい。さらに先輩から来ました。もうこのコーナーでは常連となりました。もう本当にこういう選手がいていいんでしょうか。でもちゃんと試合でも活躍してましたからね。はい、ご紹介しましょう。藤巻さんです。はい、ビアティンのあの選手の藤巻さんです。はい、こんばんは、ビアティン三重の郷ひろみです。服部選手の食生活がどうも心配です。卵を1日6つ食べているとかいないとか、今も試合前日に筋トレで追い込むという間違ったコンディション作りはされていますかと来ましたよ。ちょ、嘘っすねこれ。卵最低でも8個は食べてます。調子いいと朝5個ぐらいいけるんですよ、生卵で。本当にその筋トレでやっぱタンパク質取ろうと。あ、そうす、筋力が欲しがるんですよ、タンパク質を。ロッキーだ、ロッキー、ロッキーだ。え、これ加藤先生、お医者様としてはどうなんですか？問題ないですよね。あ、そうね、若かったら大丈夫です。確かに年を重ねるとコレステロールとかちょっと心配になりますけどね。はい、そして、上条さんについてはありません。社会人として大変ですが頑張ってください。これも愛の証だと思います。というわけで藤巻さん、いつもありがとうございます。またお待ちしています。本当に今日はビアティン三重の若きお二人、服部さん、上条さん、これからますますご活躍よろしくお願いします。では今日はこの辺で時間になりました。また明日も枠時ご覧ください。さよなら。